はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうき30代です。さあ本日なんですが、皆さんカラミティがそろそろ禁止になるという噂がね、持ちきりになっておりまして、今マスターデュエル界隈ではまあちょっと戦々恐々としている中ですが、コスモネオスというねカラミティに代わる最強モンスターご存知でしょうか。このモンスターはですね、実質マネジマンの方がカラミティとなってましてこのカードが戦闘機から特殊に成功したら、このターン相手はフィールドで発動する効果を一切発動できないと。でこの子の発動に対して相手は魔法トラップモンスター効果を発動できないということで、まあこれを出せれば基本的にカラミティができるっていうことなんですけども、あの効果がね、これ実はね、まあ、1回動画にしたんだけど、コスモネオスこれね、フレームシュートが来たことによってめちゃくちゃ出しやすくなってるんですよ。はい、まずフレームシュートが来たことによって、フェイバリットコンタクトとミラクルフュージョンが基本的には、まあ、両方ともサーチできると、この1枚でいうことになってまして、で、まあ、サンライザーをね経由するんですけど、これすると、まあ、大体、盤面、デストロイフェニックスガイと、まあウェイクアップになるん でデスフニでウェイクアップ破壊して、デッキからなんか好きな戦術力リクルートみたいなことができるんですね。で戦術力リクルートしてくるモンスターを、例えばこのプリズマにすると、プリズマで一応その、エクストラデッキのモンスターの、のところに記されている素材のモンスターになれるということで、ネオスペーシアンとかになれるんですね。でね、ここでネオスペーシアンを1枚墓地に送る。でさらに、ヘルデバイサーで、例えば、ストームネオスとかを見せつけると、まあ、さらに2枚サーチが入る。するともうネオスペーシアン、それ、属性が異なるネオスペーシアンをこの確定ムーブの中で3体墓地に送ることができるんですよ、まあ、相手の妨害がなければね。そうすると、まあ、墓地にネオス、除外ゾーン墓地にネオス、属性が異なるネオスペーシアン3体が並んでるんで、これでもうこれ出しちゃうっていう、まあ、墓地じゃなくて墓地とか手札か、手札墓地除外ゾーン、ここにこの3枚があるからコスモネオスの融合素材が整ってますよと。これ結構ね、属性が異なるネオスペシャルモンスターかける3っていう、かなりね出しにくい条件してるんですよね、普通に回すと。ただこいつと、まあ、こいつらのおかげで結構決まりますこれ。はい、ちょっとね、見ていただければと思うんで、早速ね、やっていきましょう。まあ出せれば勝ちやからデュエルスタンバイ。さあ1戦目は理想展開の、ご紹介と、なっておりまして、ネオスペーシア1枚引いてるとなんかめっちゃ簡単なんですよね。3枚サーチ一応ねするムーブももちろんあるんですけども、1枚そのネオスペーシア引いてる場合の、まあ、展開をちょっと見せしていきたいなというふうに思ってまして、ディアボリック界を、このファリスのコーストで捨てるっていうムーブがうちうち強いので、ドローランドロックワードでこれを、墓穴で、まあ、無効にしていくことによって、まあ、実質、まあ、ヒーロー結構サーチ入るんで割とドロバきついんですよ。ドロバーとか、まあ、ゾウジーも重いし、まあ、ウララも重いし、まあ、手札が全部食らうんですけど重く、はい、まあ、なんで、まあ、自分でドロバ打ってね、なんかそのケアするとかできないんだけども、まあ、一応ね墓穴引いてたんで、まあ、なんとなってるかなっていうところで、インクリースの効果起動して特殊召喚でバイオンを特殊召喚ね、いつも通りで、バイオン特殊の成功値効果で、ディナイアルガイを落としておくと、まあ、後で、ディアボリックガイとディナイアルガイで、デストロイフェニックスガイが出てくるって感じですね。で、融合サーチしといて、あ、ちなみに融合サーチ止められると、ほんと何もできないから、このデッキ。だからね、皆さんのね、無効系妨害はね、よかったらバイオンとかでやっててください。はい。で、クロスガイの効果。で、ディアボリックガイを蘇生しまして、ディアボリックガイをリリースすると、ヒーローを持ってくることができるので、ここで、エレメンタルヒーロー、ストレッチマンを持ってくる。で、ストレッチマンと、まあ、ここシャドウミスト引いてるんでね、シャドウミストを、素材にして融合していきます。で、属性が違うヒーロー2体で、フレーム、シュートを、特殊召喚して、で、フレームシュートの効果と、まあ、シャドウミストの効果、まあ、一応裏ケアですね。はい。で、フェイバリットコンタクトを持ってきながら、ディスニーのブルーディーを手札に加えると。で、フレームシュートの、効果起動しまして、リリースして、サンライザー出ます。で、サンライザー特殊化成功時効果でミラクルフュージョン持ってこれるんで、あ、これ通常モンスターを融合さんにしないとこの効果使えないので、まあ、注意ですね。で、エアーマンと、クロスガイで、ワンダードライバー。ワンダードライバーのリンク先にディアボリックガイを出すことにより、ワンダードライバーの、融合を再セットする効果を使っていきます。で、ディナイアルガイの、効果起動すると、除外ゾーンのディアボリックガイをデッキトップに置くことができるんで、これでもう1回ね、再利用して、まあ、ディアボリックガイちょっと2枚しかないからこのゲーム3枚にしてくんねえから。で、
なんだっけ、デストロフェニックスガイかを出して、でミラクルフュージョンでウェイクアップを出していくんですけども、ネオスペーシアンを引いてない場合はウェイクアップをディアボリックとデスフェニで叩き割るんだけど、叩き割って出してくるモンスターをあれにしてください、プリズマーに、でプリズマーでネオスペーシアン一体落とすみたいな感じですね、はい、で今回は、引いてたんで、これねちょっとね、ミスったんだよね、ここね、何シャドウミストの効果使わなければダークロー出たんだけどね、シャドウミストで一回リクルートして、まあ、ちょっとシャドウミスト効果使っちゃったんで今回は、なのでエアーマンを特殊召喚して、ヒーローをサーチする動きをしてます。でエアーマン、サーチ効果使いまして、まあオネスティとかでいいし、まあ、次のターンのこと考えたらあれでいい、エアーマンとかでもいいんだけど、ほんで、エアーマンの方がバック除去できるから結構強いかもしれないね。でエアーマンと、ワンダーでヘルデバイサーで、ヘルデバイサー効果、ストームネオス見せまして、ストームネオスに書かれてる名前が記されている融合祭を持ってくる。これで3素材 のネオスペーシアンが揃ってる感じですね。手札に引いてるところが起きてるんだけど、引いてなかったらプリズマー出して、プリズマーの効果で墓地落としてください1体ね。でデスヒーローブルーディー出てきて、まあ、これでエンド。こうすると相手フィールド上のモンスターの効果完全に無力化されるし、ドローフェイズでフェイバリットコンタクトぶち込んで、はい、でネオスペーシアン、ストレッチマンの魂を増殖する字はもうまあいいでしょうと、まあ、増字は OK で、フェイバリットコンタクトの効果は除外ゾーンまたはフィールドまたは手札墓地から、融合素材を戻すとヒーロー融合モンスター出せるみたいな効果がありまして、でこれで3体を融合素材、4体か4体を融合素材にして、エレメンタルヒーローコスモネオス爆誕効果発動。相手はこのターンフィールドで発動する効果一切発動することができません。でさらにデストロイフェニックスガイが帰ってきて、ブルーディーが殴られるのをケアしている。まあもちろんオネスネオスもあるんだけどね。はい、こうすると相手が打点がめちゃくちゃ高い特殊ができるのモンスターいても、まあ大体デスフェニがいるから殴れないし、ブルーディーが、でまあブルーディーいるから相手のフィールドのモンスター効果無効化されるし、ワナビートとかだとちょっとめんどくさいけど、まあデストロイフェニックスガイなんとかできるかなっていう感じですね。はい、ワナビだとねちょっとコスモネオスが、ま、全く刺さらないパターンがあるんでね、はい、そこだけ注意ですね。で、墓穴打たなかったんで、泣いてね。デスペニーに。まあ、打とうと思ったらコスモネオスできたんか。で、ディアベルスター、特殊召喚されて、セットエンドと。で、これ、後ろがちょっと一番めんどくさいですよね。後ろがめんどくさいんで、デスペニーの効果使って、まあ、後ろを破壊しに行く感じでございます。で、デスペニーで、まあ、これ、どっちでもいいんだけど、まあ、どっちがやばいかとかわかんないから、まあ、一応、墓穴良かったね。これ、正解抜いたね。で正解抜いて、でコスモネオスは強制なんだけど、これデッキに戻る効果発動するんだけど、コンタクフェイバリットコンタクト出してると戻らないから、はい、でこれでもう一回、デスフェニが出てきて、で一応これでブルーディーで相手のクロマチョとディアベルスターを吸収したいですっていうことを言ったら、シルビアの効果発動されまして効果無効になりました。うぜえなって思いながら、どしいわって思いながらね、どしいなって思いながら、これでディアベルスターが相手のターンに、特殊召喚されて、またこっちのワンキルを阻止してくる。相手結構粘ってるよね。相手結構粘ってんだよな。はい、でまあですね、この現在のスネークはまあ関係ないですね。でうららを魂の召喚しコストがねないんですよ。その何ブルーディーのブルーディーじゃない、デスティニーのデスペニーのコストでこれ切って、まあまあ、ブルーディーでもよかったけどね、ブルーディーコストにして、まあ、どうせお姉ちゃんやるから、はい、でぶん殴る、はい、ダメっす。うわガッチャ楽しいデュエルだったぜ相手楽しくなさそう。さあ、手札はまあ結構強いんじゃねえか。ちょっとデスティニーヒーローがねいると、まあ割とコストの収集なパリスでね、捨ててみたいな動きできるんだけど、なんかあるね。いや、ちょっとやめて、うららやめて、うららやめて、G もやめて、全部ケアできない、このハンド。ちなみに G 打たれたら、シャドウミストを、特殊召喚 して、止まるとかになっちゃうかな。あ、いや、一応、マスクチェンジ引いてるから、あれか。今回の場合はエアーマン召喚、特殊召喚して、まあ、一応、後続持ってきて、なんかバイオンとか。持ってきて、まあ、何バイオン召喚し、イーゴサーチして、セットしてエンドとなっちゃうかな。で、ファリス効果、
シャドウミストを墓地に送ることにより、マスクチェンジ引いてるの結構強いな、これな。あのエフェクトベイラーとか無限保養みたいなカードだったら一応買わせるんですけど、いや、これ、なんか、チェーン的にこれ、うららだね。これ、うららだな、多分これ、これここにチェーンなんもないじゃん。相手、優先権移んないから。これ、多分ね、これ、エマージェンシーコールじゃないや。アライブにね、多分ね、これね、チェーンしてるから。で、これ、あのファリスにチェーンしないじゃん。これ、多分、うららなんだよね。この場合は。で、無限保養とかエフェクトベイラーだったら、絶対、チェーンするから。いつでも。まあ、チェーン切ってる可能性もあるけど、相手は。多分、うららあるんだよな。うららあるってことは、これファリスじゃないと、ファリスじゃない、バイオンじゃないといけないんじゃないかな。まあ、多分これ、インクリースの効果にうららって言われても、一応貫通できるようにしないといけないから、まあ、バイオンなんじゃないか、さすがに。難しいね、これ。まあ、これか。多分ね、バイオンのちなみに融合サーチの効果は、あの1対1の制限がついてないので、こうですね。で、インクリースの効果起動します。で、多分、うらら打つんならここか、あ、違うんだ。で、バイオン特殊召喚したいです。あ、ここか、うらら打つんだ。やっぱそうだよね。いや、チェーンしてるもん。これ絶対うららだ。絶対うららあると。で、バイオンの効果で、なんか全然うらら打ってくんねえな。で、融合さ、じゃあこれか、これ止めてやろうかな。でもさ、もう結局さ、もう言うてさ、俺バイオ持ってんだよな。だから、これにうらら打たれてもそんなに痛くないぞ。さあ、考えてるな。打たない。やばい。やばい。うぜ。一生悪化。何これ。でも、うららだよね、多分ね。これ、角とかじゃないよね。多分、このチェーンは。うぜえ、マジで。ちょっと待ってくれ。クロスガイ行くしかないか。バイオンとインクリースを、素材にしてクロスガイ出します。で、クロスガイの効果発動。デステリーヒーローモンスターを自分の墓地から特殊召喚。はい。で、特殊召喚したデステリーヒーローディアボリックガイの効果を、リリースし、ヒーローモンスターをサーチ。相手だいぶこれ困ってるんじゃないですか。これいつどこで打ったらいいんだろうって。これヒーローわかんない人かな。ヒーローわかんないとどこに打ったらいいかわかんないとかあるから、最初に打つ人なんだけどね。逆に分かれてなのか、相手ガチめに分からんくなってきたな。これはちょっとね、コスモネオスはちょっとなんか裏目でかすぎるかな。コスモネオス狙いに行くのはどっかで裏打たれてなんかダメになりそうな気がするんだよね。まあでもデバイサー行くしかないか。とりあえずデバイサー行こう。デバイサー行って、まあで、ここに打ってもらっても、まあ、言うてだな。言うて。で、これヘルデバイサーの効果で、サーチが入ります。多分、まあさすがに多分ね、ブルーディーくらいは出そうな気するんだけど、で、ストームネオスを見せつけて、ネオスと、はい。で、アクアドルフィン持ってくる。全然相手打ってくんねえんだけど、マジやばいだろ。全然裏打ってくんねえ。裏じゃないのかな。裏じゃないことある、このチェーンで。で、エアーマン効果起動したい。いや、裏のチェーンだと思うんだけどな、これ。だってさ、ここでチェーンしてたら他にチェーンしないのおかしくない。寝てる相手。相手寝てる。相手寝てる説ある。まあ、一応融合を打ちましょう。さあ、これで、まあ、フレームシュートを出しに行きます。まあ、エアーマンでいいか。で、エアーマンを、素材にして、フレームシュート出して、で、フレームシュートの効果起動します。で、フェイバリットコンタクトを回収。で、フレームシュートの効果を起動。リリース。で、そこなの。わからん。なんだそのタイミング。ここなの。マジちょっとわからんタイミングで飛んできたな。マジでわからんタイミングで飛んできたな。嘘、そこなんだ。ディアボリックアイの効果起動。まあ、特殊召喚するしかないですね。あ、60秒しかない。ちょっと待ってくれ。相手の、なんか、何、チェーンにめっちゃ踊らされて、なんかわけわかんないこと起きた。ちょっと待ってくれ。これどうしよう、これ。普通にブルーディーでいいかも。ブルーディーでいい気がするな。
これとこれとこれでこうしてでブルーディーを出し、多分デスフェニーよりブルーディーの方が強そうじゃない？でこれでエンドなんじゃない？でこれで相手のターンに一応フェイバリッあシャイニングネオスウィングマンが出るんで、まあ、一応ブルーディーにぶん殴られようもんだったらなんとかなりそうなっていう気がするんだけど、いやーちょっと踊らされたね、かなり相手のなんかそのチェーンにわけわかんないくなって俺もわけわかんない展開してたかもしれない。まあでも言うても強いですけどね、ブルーディーがいるんで。あ、スモアか、なるほど、残機かな。あーんとあクシャトリラ、あクシャトリラっぽいな、クシャトリラか、確かにクシャトリラはもうなんかあれだよね、スモアとかないともう誰、もう誰や、ベルトリンク・ウォルトラゴン誰お前、何これ、どういうこと、あスモアの経由地点かな、ちょマジでわからん。なんでもわからないんだろう。これでベルトリンク・ウォールドラゴンを、もしかしたら除外すると何でもサーチみたいな、あーそういうことかもしれないね。クシャトリア・ユニコーン、はい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 、なるほど、まあ、ユニコーンは効果無効になってるからあんま関係ないんですよ、ね、はい、ユニコーンが特殊化されてユニコーンの効果は実質無効なのであんま関係ない。でこれユニコーンに殴られる打点してるんですよね、ブルーディってなんですけど、このフェイバリットコンタクトによってで、あーはい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 、パーピアスの効果で、まあこれ守備表示で出てくるんであんま関係ないかな。うん、あのクシャトリラモンスターが守備表示で特殊化される、スケアクロークシャトリラか、なるほど、守備表示で殴れるもんね、一応守備表示で殴れる効果無効になってるからね、もう殴れないんじゃねこれ、そんなことない、バトルフェーズ、まあ、バトルフェーズ入ったなったらいいか、フェイバリットコンタクトでは、フェイバリットコンタクトの効果起動、エレメンタルヒーローネオスと、ウィングマン融合モンスターの魂をデッキに戻し、現れろシャイニングネオスウィングマン融合召喚成功時効果発動、フィールドの属性の種類の数だけ相手のカードを破壊、数までか、今4枚破壊できるの、これ4枚破壊できるわ。属性全部違うから。そうどうする、まあ一応バースとか使ってもいいけど、まあんまりもう関係ないんじゃないこれ、さすがにブルーディー全力死守できたからこれセット、はい、さあ何もできなかったようですね。終わりのターン、ドロー、マスクチェンジ、めっちゃマスクチェンジ来るやん、最強か、めっちゃマスクチェンジ来るんだけど、まあ水属性いねえから、でも相手バックには触れねえな、バイオン召喚するか、バイオン召喚でディナイアル落としディナイアル効果から入ればいいんじゃないか、バイオン召喚成功時効果発動、そしてあとシャドウミストでもいいか、シャドウミストオネシでもいいな、シャドウミストオネシでもいい、まあ、ディナイアルでもいい、まあ、どっちでもいいか、まあ、これさすがにディナイアルの方が強そうですね、はい、でディナイアルの効果を起動して蘇生して、てかもう打点足りてんだよこれ多分、打点足りてない、2ミルだけケアするわ、2ミルだけケアしながら展開していきます。さあディナイアル外の効果を起動、あーはい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 、 OK です、全然了解です、了解です、了解です。相手この手札は何、なんかクリボール持ってる。なんかクリボールとか、なんかゴーズみたいな、メイクの使者ゴーズみたいなやつ持ってる、バトルフェイズ線でアタック、ゴーズケアね、なんもないんかい、いけシャイニングネオスアタック、対戦ありがとうございました、まあ、コスモネオスできんくてもまあまあ強いからこのデッキ、うわーこれめちゃくちゃ強かった、先行だったら、先行だったらめちゃくちゃ強そうじゃない、あでもアライブトーンなかったら微妙か、ヒーローのコストが一番足んない説あるな、いやでもこれめっちゃ強そうだったけどな、これマスクマスクアライブエアーとかいうなんかすごい最強の反応されてるけど、魔導賢者ケプラーはやばいね、はいはい、これどちらの TG のパターンも割とあって、最近ねケプラーからそのラミア契約書経由で持ってきて、ラミアから2シンクロして動いてくるマイティストライカーをね出してみたいな、あー DD っぽいね、あグリフォン強いな、強くね、ちょっとやめてくれやめてくれ社長、ちょっと勘弁してくれ社長、やめてくれ社長のデッキ、ちょっとさ展開力やばすぎてさ、やばい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 よ、ちょっと待ってくれ、何も言うはずないんだ、助けてくれ、ニビルを、ニビルがなんか手札に加わるスキルくれないか、このゲーム、ニビルがなんか急に手札に加わるスキルくれ、あやばいやばい、めっちゃペンデロ召喚された、やばい
あのサイフリート決めえな結構。サイフリート決めえ、サイフリートデスマキナ。あでも言うてもこの8と6は何もしねえか。8と6は何もしねえ。でもこれエグゼクティブシーザー出ない感じ。あなんか意外と優しいな。5サイフリートのデスマキナだけやん。サイフリデスマキナだけか。ブルーディー、あこれワンチャンブルーディー出しちゃいけんな。ブルーディー爆誕させればなんとかなるぞ俺多分。いやこれ意外といけそう。なんかまあとりあえずアライブ打つじゃないですか。でアライブ打って多分サイフリート使ってくるのかな多分。これわかんないけどサイフリート使ってそうな。サイフリート、あーオッケーオッケー。サイフリート使ってきます。でアライブが無効になりました。まあこっからエアーマンのターンなんだけど、いやでもあれか、え何これ、サンダーワンダーエクシーズ、自分のヒット上のエクシーズモンスターをスワイトしてエクシーズモンスターを1体をエクシーズ召喚する。えやばくない。あっ何影響ってこれ、あなんだこの謎の効果、なんなんだこいつ、フィードの効果をスワイトしてモンスターを一旦自分のカード1枚対象として、リアルジョーではビッキーモーシュを破壊する、その時のライフ、あ、キメイ効果持ってんな、キメイ効果持ってんな、キメイ効果持ってるけど、そもそも下流が無理なんだけど、ちょっと待って、やばい、ちょっと元祖カラミティみたいなやつ来たわ、どっちが元祖だ、カラミティが元祖が持ってたけど、やばいって下流側、ちょっと待って、これ、エンドフェイズ大笑いされるから、マスクチェンジ意味ないやん、いや、無理すぎなんだけど、これ無理だろ、無理だろ。てか俺初めてかもしんない、 DD って下流が出せるんですね。でだからマジでほんとランクアップマジックからしかと、あとなんだっけ、エクソシスターからしか出てきたこと見たもんないけど、 DD って一応いけるんですね。下流が無理だ、下流が無理だ、マジでやばい、さすがにやばい、いかれてる、マスクチェンジ見ないじゃんこれ、強っ、マジかよ。てか俺4000しかねえからライフ、もう負けてるやん。いや社長もうちょっと人の話聞きたくないですかこれ、これワンマン経営ってやつだろ。